スペインのスポーツ紙、マンド・デポーティボが、日本五輪代表の正式発表に対し、嬉しいニュース、と反応を示した。動画、イングランド VS スロバキアハイライト。その理由というのは、レアル・ソシエダに所属する久保武夫が選出されなかったためだ。その記事を書いたのは、レアル・ソシエダの取材を専門とする記者で、プレシーズンの初日からリーグ戦が始まるまで、偉大な彼に頼ることができる。 と書いていてる久保がパリ五輪のメンバーに入らないというニュースは以前から日本にも流れており、その是非が問われていた。パリ五輪の場合は A 代表と違って日本側に拘束力がなく、所属クラブ側が拒否すれば,すれば招集できないルールがあり、どうしようもない。ソシエダ側の休養させたいという意見も至極まっとうである。ここのところ久保はリーグ戦だけでなく、カップ戦、チャンピオンズリーグ。 代表戦ではアジアカップに親善試合と出ずっぱりだった。彼に無理をさせないのは、それだけクラブに欠かせない存在として期待されている証拠なのだろう。日本人からしてみれば、遠いスペインの地で日本五輪代表のメンバー発表が注目されていることが意外であるし、さらに不選出を喜ぶ報道もなかなか目にしないため、興味深い反応ではある。五輪不参加は残念だが 久保にはぜひとも来季に向けてしっかりコンディションを整えてもらい。